歴代選手でチーム作るなら、こちらすでに貼られた情報、これについて議論です。カープからも誰か入れてよ。入れるなら黒田か。でもマサ外したら中日からえなくなるからな。浅尾岩瀬がいるからマサじゃなくて黒田でもいいな。金田と替え夏は今じゃ通用しないだろ。左誰にするんや。黒田入れるならマサ外すしかないぞ。今中よりマサが上なんけ。200勝だしな。マサのがレジェンドだろ。外国人ありなんかちな役やけど、打撃トータルの凄さならローズの方がいい気もする。有屋で侍ジャパンじゃないからな。ローズ指名打者にしたら大谷外さないといかんくなるしな。レフトは守備ダメやし、先発大谷なら黒田アウトで広島からがいなくなるな。先発に大谷入れろよってツッコミ待ちじゃないの。秋山って大英秋山に決まっとるやろ。山口鉄入れるくらいなら宮西入れると思うがね。松井よりは坂本だと思うし、基準が全くわからん。秋山はないかな。外野なんてもっと持ち力な選手たくさんおる。ぶっちゃけ指名打者大谷じゃなくてもええよな。ほんまにそれ。ご視聴ありがとうございました。